後藤ひとり役の青山芳乃です。すべて音楽をあまり聴かないです。最近ハマっているのは油そばです。え、どんなところ、どんなところ、油そばの何が素敵か。え、無駄がないところですね。すべて食べられるところ、サステナブルだなと思います。陽キャにボカロをめちゃくちゃ勧めるのは控えめにしましょう。ウォッチザロック10月8日放送開始。